ありがとうございました。ここ安曇野も美味しい味噌がたくさん作られています。しっかりネタで心も体も温まったところで続いてのご案内です。まず北方面です。北海道札幌市東区からのご出場、本野ゆり子様、アスリートミルク5763です。続いて南方面です。沖縄市島地区アイバル町からのご出場、高岡直子様です。アスリートミルク7903です。今後ともよろしくお願いします。はい、ぜひ安曇野の素晴らしさを伝えておいてください。はい、はい、ありがとうございます。いつもいえ、こちらこそありがとうございます。元気分けてもらってます。はい、あ、いえいえ、皆さんのね走りで元気もらってるんで、もうこの大会がまたねこれからも愛されるように皆さん応援していきましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ただいま時刻は8時22分です。それぞれのブロックの整列をお願いいたします。とても素敵なことだと思います。皆さん今日一日を楽しんで素敵な日にしていきましょう。降水確率もかなりあったんですけど、こんなスタートできるのも、ね、僕の晴れ男のおかげです。というのは冗談で、皆さんの日頃の行いの成果かなと思います。マラソンはですね、最初飛ばさないペース配分が大事です。笑顔で喋れるペースを意識して走ってみてください。ためになったね、雨になったよ。ということで早速、あ、皆さんでやってみようをしたいと思います。いいですか。うん、やってみようでお願いします。今日はみんなで信州安曇野ハーフマラソン、やってみよう。すごい、ありがとうございます。大会でした。我々ゆうこさんのいつもの
Thank you.
びっくりですね。びっくりでした。でも最高ですね。有森さんはじめ皆さんのお支えのおかげだと思います。いやいや、もうこれで10年に支えてきた皆さんの思いのおかげです。有森さん、全力応援お願いします。ありがとうございます。今年も有森